これは大綱の天狗の物語。蒙古と天狗は手を結び、クバラの村の乗っ取りを企て、そしてある伝承の剣客はほの暗い洞でクロードを待ち構える。まず漁師との出会いから物語は始まる。どうかクロード様、友をお助けください。崖下にはカラスに囲まれた人影がある。腹をすかせた黒い目は獲物を見定めていた。ああ、天狗です。恐ろしい。あなたは、ああ、まさか伝承のクロード様。お助けくださりありがとうございます。大綱の村にいたところ、幾千ものカラスと妖怪が現れたんです。俺の船があります。どうか村をお救いください。天狗が行くところ、カラスの姿あり、そして破滅をもたらすのだ。天狗は思いのままに姿を現し、人を操る妖怪、大綱の村に着いた。しかし一目見てわかる、村は死の影に覆われていた。助けて。ありがとうございます。恐ろしかった。ありがとうございます。川の向こうにも仲間がいます。あの妖怪ども話してました。知らない言葉でしたが、恐ろしい響きで、聞き取れたのは一つだけ、ハンニャ。
내기 좀 확실해. 민나, 대문이 크로사레 치맞다. 天狗は古寺から来たようです。それとほらほらにはお気をつけください。かくしてクロードは山を目指す。民を苦しめる天狗を止め、皆を恐怖に陥れたほらを見つけるために。何も知らぬまま進もうというのか。神は怒っている。森の遠くに寺がかすかに見えてきた。クロードは道を急ぐ。天狗の生まれる地を探すために。道はさらに続いている。ついに洞にたどり着いた。中から大きな力を感じる。とても禍々しく人の断りを超えた力を。天狗が破れ平穏が訪れたかと思いきや、クロードの前に小次郎が現れた。かつてアシュラに気に入られた。だがイオの呪いはアシュラの力をも超えているようだ。小次郎が斬られ、天狗を操る力は失われた。こうして大綱の民に安らぎが戻った。しかし天狗のことは
さらなる災いの前触れに過ぎない。加勢しろ。